安倍総理とパク・クネ大統領は中国の李克強首相とともに ASEAN 各国との会談に臨んでいます。日中日韓の首脳は意見交換できたんでしょうか。中継です。はい、安倍総理が中国韓国の首脳と顔を揃えるのは今年は今日で最後だろうと総理周辺は見ています。会議の前の写真撮影ではパク・クネ大統領とややぎこちない様子で手をつなぎました。しかし韓国中国との間で懸案については未だ意見交換できていません。 ASEAN 各国と日中韓3カ国の会合では経済問題や北朝鮮問題などが話題になったものとみられます。続いてアメリカやロシアなども加えてこれから始まる東アジアサミットは安全保障がテーマで、中国の南シナ海への海洋進出が話題に上る予定です。政府高官は中国側の出方次第では尖閣問題で ASEAN と連携しようとしている安倍総理が李克強首相と激しく議論する可能性があると見ています。